高校1年生の頃の話なんですけども、まあ、僕は部活もその野球をやっていたんで、で、朝も早くて晩も遅かったんで、授業中にまあ、ちょっとうとうと寝てしまうこともあったんですけども、その野球部のその連れでよく話してたのが、やっぱ寝てる時にその、おならをこくのに気をつけようっていう感じで、まあ、熱辺には気をつけようって言ってたんですね。で、なぜ気をつけるないといけないかと言いますと、まあ、一クラス40人ぐらいで、3分の2がもう女の子なんですね。で、僕の高校は可愛い子がかなり多かったんですね。なので、まあ、みんなで気をつけようねっていう話をしていたんですけども、冬の、まあ、寒い時ですから、もう窓をもう完全に閉め切った時に、閉め切ってるその授業の6時間目の数学の時間に、まあ、まあ、うとうと寝ていまして、僕は。でも、いつの間にかもう机にもうパタンっていう感じで、もう結構もう大っぴらに寝ていたんですね。で、まあ今となっちゃ申し訳ない話なんですけども、先生に。で、パッて起きたんですね。で、なんで起きたかはわかんないですけど、その後ろのやつにツンツンってやられて、どうしたって言ったら、安藤、お前今平行板にって言ってきたんですね。で、なんか、クラスの中もなんかゾワゾワしてるんですよね。でもなんか、まあ誰でも、ね、こくからね、みたいなの女の子が言ってて、なんか、とかってなんか何人か言ってて、多分ちょっと匂ったんですよね。でも、冬ですから、窓も閉め切った状態なんで、もうみんなで多分もう、クラスみんなでもなんか僕のおなら、もう屁の匂いを、ちょっとみんな嗅いで臭いと思ってたんでしょうね。で、うわっと思ったんですね。で、それをそいつから聞いて、あー、マジどうしようと思ったんですけど、もう逃げるしかなくて、もう一回もう寝たおりでもうガッてもう寝たんですね。で、まあ、6時間目が終わって、で、帰りの会みたいなのが終わって、で、もう僕はもう走ってもうその野球部の部室に行ったんですね。うわーっていう感じで。で、そしたらみんながどうしたって言うんで、いやもう俺死ぬわ。もう俺自殺するわ。もうダメだ。もう学校にいれんわ。だから何だどうしたよって言ってきたんで、とうとうやっちまった。俺、熱辺しちまったわ。つってみんな、うわー最悪だーとかって言ってきて、もうダメだ。もう俺もう野球部やめるわ。もう俺学校もやめるわ。もう明日からクラスに寄せれんわ。って言ってて。で、まあ、みんなが、あーそりゃきついなーみたいな感じで、お前のクラス可愛い怖いもんな、しかも。って。で、もう対応も最悪で、まあ、授業中なんで、まあ、みんなにごめんとも言えませんし、あとでなんか、俺、これでごめんよって言えるタイプでもないですし、もう、最悪な状況でも逃げてきて、で、うわーって言ったら、もうみんなけど、わーはーはーとか、キラキラ笑ってて、もう、その物質の中がもうなんか、同情となんかもう爆笑の渦みたいな感じで。で、まあ、和んで、まあ、練習に行ってっていう感じだったんですけども。で、まあ、そっから、2日、3日後ぐらいに、もう、その、野球部のやつがもう違うクラス、からその俺のクラスに通るときにわざわざなんかおいヘコキーみたいな感じでなんかまだなんかそのヘコキキャラに仕立てようとするんですね。みんながね、俺がやめろやめろみたいな感じで言ってて、で、まあそうこうしていたんですけども、早い段階でその僕の話を聞いてみんなその野球部の人たちがほっとしたのか、もうその2週間以内ぐらいにもう2人のやつが熱辺をしたというお話でした。